哺乳類の中手骨。M で示された、明るい緑色の部位で、左よりオランウータン、犬、ヤギ、豚、バク、馬中手骨とは、死種動物の前足を構成するな。生物の分類によって中手骨の数は異なる。手根骨の先に位置し、人においては、手のひらの基礎となる。馬においては、第1、第5、中手骨は存在しない。第2、第4、 中手骨のみが存在するが、第2、第4、中手骨は退化して極端に小さく、小中手骨、副肝骨、スプリントボーンとも呼ばれる。第3、中手骨は、大中手骨、肝骨、キャノンボーンと呼ばれ、発達している。馬と同じ木詰目においては、バクでは、第1、中手骨が存在せず、サイでは、第1、第5、中手骨が存在しない。牛などの玉、 ひずめめでは、第1、第2、第5、中手骨は退化し、第3、第4、中手骨が発達している。人の中手骨は、左右の手根骨の縁位に5本ずつ存在する細長い、感上骨で、指節骨より長く、頭側から尺側へ向けて第1、第5子と対応して、第1、中手骨、第2、中手骨、第3、中手骨、第4、中手骨、第5、 中手骨と呼ばれる。第一、中手骨が最も短く、最も太い。第二、中手骨が最も長く、第三、第四、第五、中手骨の順で短くなる。中手骨は、中手骨頭、中手骨底、中手骨体の三つの部分に分けられる。中手骨頭は、大きな球状で、指節骨を構成する、元節骨底と関節する。第三 中手骨底の背面外側には小さい茎状突起がある。中手骨底は中手骨の筋板で太く手根骨と関節する。関節面の形は5。中手骨体は小側面が浅くくぼむように緩く湾曲し、中手骨頭、中手骨底より細く隣り合う中手骨との間に、 中手骨間劇、インタラシャスメタカーペルスペーシズ、スプシャインテロッセアメタカーペイがある。中手骨間劇には、肺側骨間筋、小側骨間筋が配置される。中手骨体の肺側面は、遠位部では扁平であり、小側面の中央では縦に長く隆起するため、この断面はほぼ三角形をなす。ありがとうございます。